さんこんばんは、加藤ゴルフ TV です。本日もご視聴いただきありがとうございます。レッスンプロの加藤です。今日もやっていきましょう。今日はアイアン使って何のネタやるのかって言ったら、やっぱアイアンで一番出てほしくないエラーって何ですかって言ったら、ダフリトップ、ね、セカンドショットでやっぱり失敗したくないじゃないですか。ではそのためにどうしたらいいんですか。これね、今日レッスン中にすごいよく出たのよ。体重移動っていうこと、ね、体重移動をしてから打つみたいなやつ。いや危険だねと思ってさ。体重移動っていうのは確かにスイング動作中しちゃうんだけどね、しちゃうんだけど、あえてやるもんじゃないんだよねっていうのが僕の持論なのよ。でもその体重移動がっていう言葉が出ちゃうとね、怖くてしょうがないよね。だから今回はその体重を動かす、まあ、結果体重移動しちゃうんだよねっていうお話をね、したい、ね。なので今日はアイアン使ってそういったお話ができればなと思ってます。では頑張ってやっていきましょう。はい。ではね、早速やっていくんですけども、まずここでね、重要になってくる体重移動という言葉。これは、おにゃららした結果体重が右左って動くだけであって、体重移動することが目的ではないんですよね。ではこのおにゃららが何なんだろうねっていう話をすると、軸回転です。軸回転って何だろうねって、まあゴルフスイングって回転運動じゃないですか。回転運動だからこそ背骨を中心に右向く左向くっていう動きになります。でこの時に背骨がスイング軸のイメージだから、背骨中心で回ると胴体の厚み分右に移動左に移動ってしますよね。その結果体重が右左って乗ってるだけなんだよ。それなのにダウンスイングで体重をなんて言ってしまったら、これって失敗するよね。だってこれ腰が据えしてるだけじゃないですか。なんで言っても体重移動しててもダフっちゃうから、なんで私体重移動してるのにダフるのよって、ね、そういう変な勘違いにつながりかねない。せっかくやってるのにできないよねってすごい嫌じゃないですか。ですので僕はここで、まあ、体重移動は結果、軸回転した結果だよって言いました。ちゃんとした体重移動覚えていきたい。このダウンスイングの時にこうやって動くんじゃなくて、しっかりと先行動作入れて下半身の動き入れて動きをつなげるっていう考え方をしました。はい。ということで今日の本番はここからです。まあ、正しい軸回転やっていこうじゃないかという話なんだけど、まあ、どんなスポーツでもね、下半身の動きっていうのはつきものです。必ず入ります。だからこそ、まあ、この足の動きでグッて戻すよっていう動きが入る。ね、ボール投げをするときでも、左足を踏んで、こう手を動かす、振るっていう動きが入る。バット振るのもそうだよね。こうやって踏んでこうやって回すんだよね。よっぽどさ、体重移動が大事だからってこんな風に打ちに行くやついないと思うし、ボール投げるぞってこんな頭が突っ込んで投げるやつもいないと思う。よっぽどそんなことしてたら、ちょっと体育の成績そんな良くないんじゃないかなって思っちゃう。で、まあ、ここで言う体重移動、まあ、下半身の先行動作を入れることによって、結果的に体重が左に乗ってくよっていうだけなんだけど、要は極端な見せ方したら、こんなイメージよね。この左足を動かすことによってクラブぶっ飛びましょうよっていう動き、ね、こういう動き。でこれが一般的に言う体重移動だし先行動作だし、打ち終わった後に体重が左に乗ってたよねっ
ていうのが正しい判断だと思う、ね、でこの打ち終わった後に体重が左に乗ってるよっていうこの形、この形したらクラブって最下点よりも手前では落ちないよね。でこれで最下点より手前に落ちちゃう時っていうのは大体ダウンスイングの時に腕に力入りすぎててこうなっちゃってる人よ。こうなってたらダフると思う。でもダウンスイングの時に腕の力抜けてこうやって下ろせる人だったら絶対にダフることはないから安心して。でこの動きをしっかりつなげるためにじゃあどういう練習をするのか、これ練習方法2つあります。1つはこのようにボール2つくらいになって足踏みしながらスイング、でこの状態で連続打ちします。これだと下半身の先行動作も入るし腕の動きも伴うのですごくいい感じ。あともう一つがクラブこのように真ん中ら辺持ちます。最近ね、いろんなゴルフ系動画でよく見るんだけどこうやってバックスイングする。この時にこのシャフトがねこう斜めになるんだけど、ここから自分のおへそに向けてここね、ここね、ここにつけてるからここに向けて戻してくるっていう練習。この時に左足を伸ばす、伸ばすタイミングで右腕を伸ばすってやると非常にいいタイミングになるし、ダウンスイングの練習、つながりのある練習になるよね。こういうのをやってくれると非常に先行動作も入るし、正しい軸回転にもつながるし、正しい軸回転につながるってことは体重移動が正しくなるってことですよね。非常にいいな、思う。ですので、ぜひセカンドショット、うまいこと打てないんだよねっていう方は、こういったところを注意してやってくれるとありがたいです。はい、ということで本日の動画は以上となります。この動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。